してこの地方創生は熊本からまさしくようやく景気の回復が中央で、そしてそれから中央から地方へ徐々に行き届いている今この最中に、熊本をどうやって景気を回復させるか、これが最大の課題であり、この地方創生、地元の声を、そしてそれぞれの職業の皆様方のご意見を私が体で受け止める、この熊本のことはぜひ私に任せていただきたいんです。そしてこの熊本発の景気回復、私は熊本で皆様方の賃金が上がり、そしてもう一度豊かに潤いのある暮らしができる、そうすることによってこれは会社が儲かる、会社が儲かることによって法人税も増える、所得税も増えれば消費税の先送りによってもしっかりと税収を確保できるし、また限られた予算の中で着実に現在の経済成長戦略、これを実行することができます。私は今のアベノミクス、これは必ず成功していると皆様方に断言を申し上げます。加えてこの熊本型ローカルアベノミクスを私どもチーム熊本一丸となって必ず成功させ、この熊本の隅々まで景気の回復が行き届き、さらにそれぞれの業種の方が格差なく潤っていく、仕事が増えて、そして若者の雇用が増えて、子育てや介護やまたは医療福祉、そういったことに十分お金が回る、そんな好循環を作り上げていきたい。そのためにもどうぞ、今回は小選挙区木原稔、そして自民党に対してのご支援をお願いしていただければ、皆様方ぜひ安定政権が実現できます。安定政権なしに経済成長はありえません。今着実に景気が回復してきた、しかしまだまだ熊本では実感がない、しかし経営者の皆様方はそろそろ気づいているはずです。お客様の単価が少しずつ上がってきた、そして前年よりも少しずつ客足が増えてきた、しかしまだまだ設備投資は躊躇します。そして新しく従業員を雇う、そこまでは行ってない。もう一歩突き抜けて景気回復はこの熊本に届けば、もっともっと若い人の雇用は増えるし、大江のハローワークに行っても有効求人倍率ももっと上がっていく、そこまでどうぞ私どもを信じていただいて、このチーム熊本を信じて、そして自民党の政策を信じて、景気回復この道しかない、その一点で今回の選挙をどうぞご支援をいただきたいと思っております。限られた時間の中で厳しい戦いです。全国の青年局の仲間も一生懸命この機会に戦っております。そして必ず勝ち抜き、安定政権の下でこの経済成長、アベノミクスを着実に進めていくということを皆様方と一緒にさせてください。この方に邪魔にならないようにぜひお願いをいたします。それではお待たせをいたしました。もう私から説明はいらないと思います。早速小泉進次郎政務官からご挨拶をいただきます。熊本の皆さん、こんにちは。南国寒かのに公約来てもらって嬉しか、ありがとうございます。今溝口先生から小泉進次郎じゃなくて短くされて小次郎って紹介されましたけど、本当にいつも熊本で選挙があると毎回ここにお邪魔して演説をさせてもらってます。今日も私が青年局長を務めた後に、今青年局長をお務めいただいている木原稔先生に私が少しでも力になれればという思いでお邪魔をさせていただきました。皆さん、木原さんもよろしくお願いします。今日私の目の前の天井にもくまモンがいますが、私
あの有名なくまモンにとうとう初めて先月会いました。その時にくまモンが名刺を持っているということも初めて知りましたが、くまモンと名刺交換をして、私がくまモンに、くまモン全国大変だと思うけど頑張ってね、そう言ったら、くまモンは言葉は喋らなかったけど私にこうやりました。お前も頑張れよと。くまモンの中の人って言っちゃいけないな。くまモンすごいですね。でそのくまモンもね、とうとう最近ライバルが出てきたらしい。妖怪ウォッチの千葉にゃん、今日私が熊本駅に着いたら、その千葉にゃんも含めてね、妖怪ウォッチが盛り上がってましたけど、そういう風にどん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 切磋琢磨して高みを目指して、これから日本全国が人口が減る中だけども、町と町の競争を高めていって切磋琢磨して盛り上げていこうということもやっていかなければいけません。今私が石破大臣のもとで地方創生担当政務官をやっています。その地方創生もなぜ出てきたかといえば、日本全体で人口減っている中でも次の世代に豊かさと活力を引き渡していくための新たな国づくりを始めなければいけないから地方創生というのが出てきました。私はアベノミクスは成功しなきゃいけないと思って、経済も足腰をしっかりして財政も立て直しをして、その後にあるものを考えることも私や木原さんの世代が必要なことなんです。アベノミクスが成功する、2020年にオリンピック・パラリンピックが来る、さあ問題はその後です。私は2020年オリンピック・パラリンピックの後、新しい日本の時代が始まると、それは人口が増える、高度経済成長をする、その前提の中で作り上げられた医療や介護や年金、そして子育て、さまざまな世の中の制度を、人口は減る、だけどもあらゆる世代がその構造的な変化の中でも豊かさと活力を味わうことができるような国の在り方に変えていくという、世界のどこもやったことがない壮大な挑戦をする時代になります。私は全く悲観もしてません。今熊本も人口が減る、私の地元の神奈川県だって人口900万人いるんですよ。一つの県で900万人もいるけど、だけど私の地元の神奈川県の横須賀市は日本で一番人口が減る、数が多いんです。毎年3000人減ってる、40万の町で。これは熊本だけじゃないんです。私の地元東京から1時間だけど、そういうところでさえ人口は減ってて若い人の流出は続いてるんです。だとしたら私たちはそろそろ発想を変えなきゃいけないんじゃないですか。最近聞いてると、人口は減る、若い人は減る、商売が繁盛しない、そういう悲観的なことばかりだけども、私はそろそろ人口が減るのは前提にした上で、どうやってこれからも豊かさを、そしてまたこの商店街がより魅力的でにぎわいが出るような街の在り方ができるのかという発想を持っていけば、私はきっと人口が1億2000万人いなくたって日本という国の将来は、子どもたちや若者は希望を持って暮らすことができて、高齢者の皆さんは安心しながら老後の生活することができて、日本の将来に対して夢と希望を持って歩むことができると、私はそう信じています。だからこそ私たちの世代が大事だと思っている。今の課題に取り組むことはもちろん、このアベノミクスのその先にある日本の将来を考えたら、今から10年、20年、30年先を
見越した準備をしなければいけません。そのためには長い間、これから今から国づくりにずっと参加し続けることができて、与党として責任ある立場でこの熊本の新しい街づくりを、新しい国づくりをやっていただく人材が必要である。その人材が木原実さんじゃないですか。今厳しい戦いやってます。本当に横一線、14日まで蓋開けてみなければわからないけども、私は2年前にも木原さんの応援に来て言いました。木原さんは日本の全ての候補者の中で、そして全ての政治家の中で唯一旅客機を運転できるパイロットの免許を持ってて、その木原さんであればこれからの日本の将来は時に乱気流に巻き込まれることもあるかもしれないけど、行き先を間違えず必ず目的地まで私たちのことを乗せてってくれる、そういう候補者であると私は2年前に言いました。その思いは今でも変わりません。ただし今回の選挙に関して言えば、皆さんにもう一つお話しなきゃいけないことがあります。それは今回の選挙は2年前の選挙と違って盛り上がりに欠けるということです。そしてなぜ今の時期に急に解散が湧いてきたのかという冷ややかな目がまだこの選挙中残っている。それを私たちは真摯に踏まえて考えたときに、今北海道から沖縄まで全国を私回っていますが、全国の応援している箇所で共通していることは、今目の前にまた360度多くの皆さんが足を止めて聞いてくれてるけど、2年前や5年前の政権交代がかかった選挙とは違って、熱狂とか興奮とか高揚感の中で聞いているのではなくて、冷静に、そして候補者が何を語るのか、応援弁士がどういったことを訴えてくるのかを冷静にだけども確かにしっかりと聞き分けようと思っているという雰囲気を感じているんです。今私はこのままいけば投票率が下がるかもしれないという危機感を持っています。どれだけ自民党が議席を得ようと、どれだけ勝とうと、やはり多くの方が参加をしてこその結果を出したい。オリンピック・パラリンピック。